内閣府は25日、2017年度予算案の概算要求で、沖縄振興費として3210億円を計上することを与党側に伝えた。今年度当初予算比で 4.2% 減。減額は、米軍普天間飛行場、沖縄県宜野湾市の名護市辺野古移設阻止を掲げる翁長雄志知事に対し、何かを迫る狙いがあると見られる。沖縄振興費をめぐっては、菅正勇官房長官が4日、基地問題の進展と振興策を絡めるリンク論に初めて言及。鶴保陽介沖縄担当相も減額を示唆するなど、県側への牽制を強めていた。ただ、翁長知事が要望していた3000億円台は確保しており、焦点は県側の出方に移る。減額の主な内容は、県が使途を自主的に決められる沖縄振興一括交付金で275億円減の1338億円。内閣府は、同交付金が創設された12年度以降、未執行や繰り越し額が出ていることを理由に挙げている。外務省は24日、日韓政府間合意に基づき元慰安婦を支援する韓国の和解、癒し財団に日本が拠出する10億円の使途に関し、生存者1人につき1000万円程度、死亡者には200万円程度支出すると発表した。日本政府は財団への10億円を今月中に送金する方針だ。元慰安婦への支援は、財団が対象者の個別の需要を把握し、日韓が合意した使途の範囲内で、現金で支出する。具体的な使途としては医療、介護、葬儀関係費、親族の奨学金などを想定している。